はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というけとですね、本日もバッルブレイクアインフィニットやっていこうと思います。はい、ということでですね、ただいまね、緊急で動画を回しているんですが、何が緊急かと言いますと、今ね、私、こんがり、とあるね、クリエイターイベントに参加しておりまして、そちらがですね、えー、このね、金のドッグタグエリートチャレンジというものなんですが、 8月の30日から9月の1日までね、金のドッグタグエリートチャレンジというものが行われてまして、まあ、僕もね、えー、そちらに参加させてもらってるんですよ。で、えー、このですね、えー、大会というか、まあ、イベントの賞金総額、なんと、えー !2 万3000ドルやばくない ?2 万3000ドルをですね、 えー、今のね、えー、日本円に直すと1ドルあたり144円として、えー、なんとですね賞金総額331万2000円ですやばすぎる1位が2000ドルもらえてで2位から10位が1000ドルもらえるんですよで、えー、11位から50位が500ドルずつもらえるんですけれども、まあ、全体のね、えー、参加クリエイターは100人なんですよ、まあ、だから 上位50位に入れば、えー、500ドルね、もらえるってことで、まあ、日本円にするとね、えー、約7万5千円もらえるということで、えー、私こんがりね、えー、このイベントを参加させてもらってるんですが、なんと、えー、現在の順位が34位、ギリギリ入ってます。はい。で、これね、どういうね方法で順位が決まるのかというと、キル数割る、デス数で、えー、決まるんですよね。で、僕のね、 えー今の記録が125キルで4ですで、まあ、1位の人はねもうやばいんですよもう桁がね違くて993の01回も死なずに993キルしてるバカタレプレイヤーがいるらしいんですが、えー、これですねまあボットもね勝つに含むので、えー、プレイヤーをね勝らずにボットだけ勝ってね、えー、やってれば、まあ、順位っていうのはね上がっていくんですけれども、まあ、それにしてもですよね 今ね、えー、キルレが、えー、125÷4 なので、えー、31.25なんですよで 125÷5 になっちゃうと25になってしまうのでかなりねやっぱキルレ下がってしまうんですよねだから、えー、まあちょっとこれ賭けなんですよね正直もうここで止めといてもいいかもしれないんだけどやっぱりもう少しね順位持っときたいってことで今回作ってきました最強の M4A1 これです。はい、ちょっと待ってください。改造画面見せますね。こちら。これですよ、これ。ちょっとこのね、M4A1 を使って、まあ、僕はですね、さらなる高みへ、プルスウルトラしていきたいと思う。えー、基本セタス、垂直89、89、水平が81、エルゴノミクスが58の精度が41、えー、腰打ち安定度74の有効射程が131、 重厚所速が900の、えー、重量 7.14kg ってことでね、えー、まあ、こんな感じで作ってきましたはいいやー僕ね、まあ、農場のね通常区でまあ、あのー、こうやってねキルレ上げてたんですけれども生放送でただあの農場の通常区にさもうインドとかもねいて今ねかなり荒れちゃってるんですよまあ、このイベントのせいでね、えー、かなり、えー、大荒れしてるとで えー、一般プレイヤーもですね、えー、僕たち、えー、クリエイターは、えー、倒されるとね、金のドッグタグを落とすようになるんですけど、その金のドッグタグをね、集めた順番で、ランキング分けされてて、一般プレイヤーの方は、えー、公演をね、えー、もらえるらしいです。クリエイターとユーザーすべてをね、えー、巻き込んだ、今イベントがね、開催されてて、ちょっとここでね、まあ僕、あの、農場通常区破壊しに行きたいと思います。でも、5層にね、 5ヘルなんで、まあ、4貫通ね、詰めてるやつもいるからさ、ちょっとね、農場2ジョーク、えー、5装備で最強 M4 を使って、で、中には4貫通詰めて、敵をね、しばき回っていこうと思います。レッツーはい、ということでですね、えー、まずはね、射撃場の方にやってまいりました。はい、じゃあ撃ってきます。こんな感じ。いや、まあ強いよ。まさ、あ、すが M4A1 ってところですよ。 まあ、4スコフルオート。まあ、ちょっときついかもしれないけど大丈夫か腰打ちお祈りゲーミングは大丈夫かちょっと色々ね、ちょっと試して。やっぱもう死ねないからな、本当に。マジでやばいから、この緊張感。エイムもさ、全然温まってないから、今のうちにこう温めないといけないんですけれども。いや、これ本当にね、1ですが、めちゃめちゃでかいので、今でも34位だからさ、 結構危うい位置なんですよこれ50位までしかねあの賞金獲得することができませんのでちょっとここはねまあ男気出してまぁ、あ、さらにね、えー、潜って頑張っていこうかなと思います、えー、皆さんちょっとね、えー、生放送でも手伝ってもらってた、えー、小梅さんというね、えー、リスナーの方がいるんですが、えー、まさかのインドですインドに、えー、これプルミですねあまずいまずいまずい始まった始まった始まった俺たちのメンテルブレイクアウト 無事に終わる。ってことで、ちょっと今回ね、えー、まああの、リスナーさんの力も借りて、ちょっとしっかりね、えー、挑んでいきたいと思います。はい。自動マッチ入れた方がいいかな。まあ一応入れておくか、野良の方にさ、これもチームキルなんてされたらね、もうたまったもんじゃないんですが、まあちょっと今回ね、えー、5層6層の、もうザブルゴリゴリ編成で、ちょっと敵ばい芝居ていきましょうか。もう野良の方さ、 入れなくていいか、これ。自動待ち切ろっかな、あえて。いや、でもね、これ入れといた方が、まあ、役立つっちゃ役立つからな、やっぱり。ちょっとここは野良の方入れてね、やっていきましょうか。いや、やってきちゃったよ、白い悪魔。まあ、これがね、メンタルブレイクアウト界の、まあ、ガンダムですよね。で、僕は僕で、まあ、5装備来ちゃってるんで、もうあの、本当にね、犯罪です。うん。通常区に5層と6層のコンビは、普通に犯罪。優しさを出すとダメなのよ、もう。 もうこれもう生きるか死ぬかの戦いだからもうここはもう誰になんと言われようがもう僕はね本気を出させてもらいますはい4巻2詰まってる時点でもう犯罪なんだけどねまあでもちょっと今回のねイベントはまああのどこのマップを選択してもいいっていうルールなのでちょっとこれはですねもう通常区を荒らすしかないすいませんじゃあ行きましょうか自動マッチ一応いるけどまあワンチャンドラが入ってこなくてもいいかってことで やりましょう。さあ、農場戦術行動、カモン。はい、ということでですね、えー、秒速1センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。野良の方はね、えー、なしということで、えー、じゃあ今回、まあ、5層、6層の、まあ、黄金タッグでね、えー、ちょっとこのイベントをね、破壊したいと思います。対戦よろしくお願いいたします。いや、ちょっとマジで緊張するわ、は本当に。 一戦一戦が重いのよ、これ、ほんとに、マジで。もう少しね、やっぱりあの、順位伸ばしたいってことで、ちょっとこれはね、もうやらざるを得ない、ほんとに。ですは、絶対にしちゃダメ。で、えっと、スカちゃんをしばきまくらないといけないっていう。ま、とりあえず、えっと、チンパクかまして、えー、スカちゃんしばきでも始めましょうか。小梅さん、お願いします。<Okay. S 1> お、マジで心強いわ。小梅さんがね、 もう味方になってくれたら、100人力ですよ。ほんとに。インドだからね。インドなんてもう何円するんですか。マジでわかんないけど、やばそう。はい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 。まずは、ファーストキル。こうやってね、えー、スカちゃんを縛いていけば、あの、キルポイントに入るので、えー、しっかりとね、スカちゃんは、もう、全狩りしていく。んで、あっちもいるじゃん。もう、ああいうやつらも、芝いていくんで。まあ、今回さ、M4A1 だから、えー、かなりね、 精度がいいからさ、ま、これはマジでね、やりやすいわ。生放送やってるときはね、あの、MP5 とかでやっていたので、えー、若干ね、遠めのやつが、し、え、ば、ー、きづらかったんですが、ま今回ね、M4A1 で、ましっかり4貫通詰めてるんで、えー、マジで抜け目はないわけよ。さあとりあえずましばきに行きましょうか。はいはいはい。まぁ邪魔邪魔邪魔。邪魔邪魔邪魔。で、ちょっと今回さらないわ。 バイバイバイやばいやばいやがったアップねちょっとりあえずここで回復巻いてやって、えー、しっかりね全回復決めていきましょうもう手術キットもねガチのやつ持ってきてるからアメンじゃねえぞもう最大体力をね減らさずにしっかりと、えー、保持したままね戦っていきたいんでもう連戦するんでねこれ、まあ、コントラクターはまあ最悪しばかなくてもいいんだけどさまあそんなね、えー、弱気なことも言ってられないから で、あそこにいるわ。はいはいはい。縛きまーす。はい、さようなら。まあ、こんな感じで、まぁ、あ、縛いていくだけなんですけど、マジで、1ですがね、ほんとにもうギルティすぎて、もうですしたらもう発狂しちゃう。もうメンタルがもう完全にブレイクアウトしますね。え、とりあえず ASMR のお時間です。 まあ、小梅さんにはあさっていただいて、まあ僕はね、もうちょっとスカちゃんとか、まああとはもうコントラクターキルに、もう徹底したいと思う。5、6層コンビがね、この通常農場に、まあ来るのは、マーじで犯罪なんですけど、もうやるしかないのよ、ほんとに。もう今回のイベント、もう絶対に勝ちたいので、で、あそこにいるんな、はい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 。しばきますあいつワンチャンインポスターかな いや、わかんないけど、もうインポスターがね、湧いててもおかしくない時間帯といえば、時間帯なのですが、こんなに早く湧くことあるか。いや、でもまあ一応気をつけましょう。マジでね、インポッチャンに縛かれたらもう発狂しちゃうんで、四貫通入りの模身とかがさ、インポスターでね、使ってくる可能性もなきにしもあらずなので、もうバイザー抜かれたら泣くわ。ニュータイプか いかつすぎないかこれほんと。見た目。ガンダムじゃん。やばいってほんとに。インドが味方なのはやばすぎる。普通に安心してプレイングできますわ。と、とりあえずこっちの方行きましょうか。ま、スカちゃん10枚ぐらい縛いてね。ま、あ今回も帰れればいいなと思っているんですが。あ、びっくりしたびっくりした。はいはいはい。やばいやばいやばい。やばいって。ガンガン縛いていくぜ。はい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 。 もうあさりはしないこのさイベントね結構やっぱりあの上位ランカーの人はねあさってないんですよねだからクリエイター散財イベントみたいなもうマジでもう玉代がねひたすらにかかってしょうがないイベントなんですけれどもまぁ、あ、ちょっと一旦ね、えー、僕はそんなに大金持ちではないのでまぁあさるところあさってまあ、何かしらあったらまあ入れていきたいなって感じなんですがマジ金鍵2個引きよすぎじゃない ちょっとじゃあ僕も作業着からさ、金鍵出そうかな。出なかったわ。まあ、出るわけがないんですよ。そんな狙ってね、出るもんじゃないんで、金鍵なんて。紫鍵でも喜ぶのにさ、金鍵なんて出たらもうね、俺の喉行くわ。喉全ロスしちゃう、それはさすがに。いや、なんかこの辺から設定率上がってくるからな。ちょっとマジで気をつけていきたいんですが、まあ、全然銃声しないんだよね。 あの、なんか、麦畑のさ、小屋からね、全く銃声がしないのは、なんでこれ、いるかもしんない。怖いな。左、なんか、いそう。ここは開いてないか。やっぱ、なんか、こっち来てないっぽいな。まあ、とりあえず調べます。ちょっと、ま、開けつつね、やっていきましょうか。まあ、そんな、なんか、ガチガチではないんでね。まあ、言うて。まあ、ガチガチなんですが、まあ、でも、なんか、さすがに、さらずにさ、 レイドを終えるなんてことはね、できませんよ。やっぱりお金ってものはね、減ってきますから、もう弾がさ、4層貫通弾の時点で、もうゴリゴリ削れていくのよ、ほんとに。もう散財イベントなんでね、これ。公園を溶かして円を得るのか、それとも公園を溶かして円を得ないのか。まあ、そのね、二者択一ですね、ほんとに。えー、木製武器ケースも一応開けておきます。しょっぱい。しょっぱい。 えー、しょっぱいと。全部しょっぱい。いなさそうですね。あそこのスカちゃんは。やられてるくさいな。ちょどうしよっか、これ。まあちょっと9社の方行ってもいいんだけどさ。どうせ9社もね、もうしばかれてると思うんですよ。スカちゃんは。いや、どこ行くまあちょっと小梅先生についていきましょうか。とりあえず。まあ、クリアリングかましつつねちょ。マジで怖いわ。 油断した瞬間、ジ・エンド。ああ、あいつ縛かれてんな。じゃあ、あっち側から撃たれたんか。いやーどうしような、これ。あ怖いっすね。ちょっと怖い。ちょとりあえず、まあ、こっち側進みましょうか。いや、旧車怖いよ、これ。マジで。ちょ、怖い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 。いそう、いそう、いそう。インドなんて来てきたらさ、やっぱ自信つくよな、嫌でも。縛かれてな。ちょ、怖いって。 いる可能性が高い。大丈夫かちょマジでこれ、クリアリングかましていかないと、マジで痛い目見そう。やばい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 。上とか怖いよ。ちょっと上大丈夫かとりあえずクリアリング。アイスーオッケ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 ー。ちゃんとクリアリング取っていきましょうね。いないかなあの辺は特にいないか。ちょマージで見えづらい。いないね。 こっちも大丈夫かいないかクリアーン全クリとりあえずクリアしました。ここでも芝かれ入ってんな。ロケーションマーキングマジかよモーテルかよ行くんかよ怖いってデスしたら終わりのデスゲームちょ、マジで、本当にさ、キルで今稼いでるから、デスはできないよ。絶対に無理よ。死んだらもうそこで試合終了。 ちょ、まずいまずい、怖い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 。やばすぎ、やばすぎ。行きますけど、とりあえず。ついてきます。やばいやばいやばい、ははは。やばいやばいはははやばい,やばいははは、やばいやばい、どこだどっから撃ってきやがっただるすぎ案件。おい、待てよ、待て待てよ。どこにいるんだよ、それ。怖いぞ。はなんか、こっちの辺から聞こえてきた気がするんだけど。気のせいか。やばいやばいやばい。ちょ、マジで怖い。 いるじゃねえかおいやばいってこれどうしようだいぶいい武器使ってた気するんだよなはどこ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 いやわかんないけどなんか顔出すの危険だな敵の位置把握できてないのにさこれやんのよくないっすよね一方的に撃たれてるからまずいいいやーこれマジでまずい場所わからん ちょっとここは冷静に慎重に行きましょうかいやどっから撃ってきやがったざるすぎるちょっと待ってくれ足音は全然入んねえな動いてはないかどこだそれいやスカブいるオッケースカちゃんじゃしばくわどこどこどこあいつかはいしばきますはい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 、はい、さよならえー、こうやってしっかりとえー、スカちゃんをしばいてね キルレを上げていきたいんですが。ちょ、待て待て待て。いや、いるっちゃいるな。はい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 、いますね。あいつ芝国家先に。ちょ、人を相手にすることも大事だけど、とりあえず、えっ、ー、と、キルレを、パック押していく。キルポイントがうまい。一回回復、ミャキミャキタイム。いや、マジであいつなんだ。撃ってきたやつがさ、怖すぎるんだけど、普通に。 いや、死んだら終わりだから、マジで。死ねないからね。この緊張感やばいよな、ほんとに。で、まぁ、あ、これ、キルレだからさ、一回は死んでもいいのよ。まぁ、あ、0も1もさ、まあ、同じだから、スコア的には。まあ、同点の場合は0の方が、ま優先されるんでしょうけど。まぁ、あ、だからま一回まではねえ、死ねるんですが、もう僕4回死んじゃってるから、マジで死ねないんだよね。いや、マジで怖いぞ、これ。ちょっと大丈夫か。 ちょっとなるべくね、小梅ちゃんと離れないようにしておかないと。やばいやばいやばい。とりあえずこっちの方から回ってこうか。あいつはさすがに相手できねえわ。怖すぎる。とりあえず墓地から回っていくルートで、いければなって感じですね。ちょ、マジで。えー、ーテルからまあ、撃たれるのも怖いんですが、えー、とりあえずちょっとね、こっち行きましょうか。はい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 。雨んじゃねえぞ。あぶんぶん 怖い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 油断も隙もあったもんじゃないぜモーテルあさりたかったらあさってくれ僕はもうあさるよりも,もう普通にキルが欲しいガンガンキルを取っていくこれがイベントキルムーブさあ大型の武器ケースもちょっとあさっていきましょうかせっかくなんで何も出る気配がありませんあトライアングラー来たああこれはいいねそして PP 弾 まだいるわ、下に。ちょっとこのスカちゃんしばきに行こっか。せっかくだから。俺のキルポになってくれよ。どこにいるそっちか。なんかいそう。そん中かな。あ違う。どこ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 。謎の声はどこから聞こえたんでしょうか。これこれこれ。謎の声の発生源がわかりません。えー、ちょっとこの辺しばいてあげて。えー、とりあえずですね。あ、しょっぱいか。 ちょタウリンドリンクをガブ飲みたいもんもらっておきましょう。いや、待って待って待って。<う>あはははは。やばいやばいやばい、来て来てる。はいはいはい。しばいて、こっちにもいるか。もしかして。この外にもいる。外側しばきたい。はいはいはい。はい。オッケー。じゃあ、まあ、とりあえず、ま、あいいかな、まあ。だいぶ稼げたので、切るポイントは。もう、あとは、もう帰りましょうか。 はい、回復に、えー、ハサミに、えー、あと鎮痛剤ですか。で、なんか聞こえてきたな。ちょ、待って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 。これは何やばいやばいやばい。やばいやばい、アップでマジで危ない。死ねない死ねない。スカちゃんの声が鳴りやまないね、これね。ボーナスタイムか。とりあえず ASMR のお時間です。スカちゃんどこだなんか声は聞こえてたんですけどね。 あ、分かった。あそこか。ちょっと分かったかもしんない。待って待って待って。こっちだろ、多分。ん。怖い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 。びっくりしちゃっちょっと待って、ビビらせんな、本当に。こっちじゃないのあれ、外側にいるかと思ってたんだけど、いないか。いなさそうか。いねえな。もうそろそろ帰りましょうか、コメちゃん。大丈夫 ?OK、OK、OK。じゃあちょっと安全に。 地下から帰っていきましょうか。地下は大丈夫でしょ、これ。さすがに。大丈夫だよな。怖い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 。さあ、えー、もう出ますよ。で、まあ、た分あそこはもうクリアリングできてるから、えー、ここにスモークを投げる必要はなくて、えー、じゃあこっち側からね、抜けていきましょう。はい、完璧。まあ、めちゃめちゃムーブはいいわ。あとは僕たちを撃ってきたやつが。 こっち側回ってないとも限らないんで。まあ、そこだけは怖いですよね。ちょっと待って。えー、とりあえず4スコに変えといて。俺、しっかりとキルは稼がってもらう。いや、いないかな。なんかこっち側さ、来てる気もするんだけどな。怖いよね、ちょっと。なんか回ってる気もするんですよ。足音は特にせず。まあ、行きましょうか。いや、何だったんだろうね、あいつは。ちょっかいかけてきただけか。 いやなんかどっかでまだ狙ってる気がねするので、まだ油断はできないというかなんというか、怖すぎる。ちょ、マジでやばいって。しっかり最後までね、気を抜かずに頑張っていきましょう。もう少しだけちょっと本当は稼ぎたいけどな。あ、いるか。はい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 。しばきます。はい、オッケー。まだいるかな。やばい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 ,やばいやばいやばい。まだもうちょい稼げるか。貪欲に行ってもいいかしら。 いないかないるかないや、スカちゃん、サイバとかあるかわかんないけど、いてくれたらね、えー、かなり嬉しいんですが、ここにキルポは落ちてないかいと思ったら、いたぞ。今、いたぞ。ちょ、待て待て待て。ここは、1そスコに切り替えて、待て待て。あいつからしばこっか。はい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 。一枚からの、はい、もう一枚。あんま人と会わないんですよね。通常のお嬢。 なんかね、最近全然ね、会わなくて。ま、会ってもワンパーティーだからさ。まあ、今回も一応、接敵はしましたけど。え、ばばバばバイ、びっくりした、びっくりした。びっくりした、マジで。ビビらせんなよ。怖い、怖い、怖い。んで、えー、基本的にフルか。で、もう、あれか。呼び玉ないんだ。ここ空いてんだ。珍しい。で、そこにもいたか。はい、はい。怖い、怖,怖,怖い、怖い、怖い、怖い。 で、こいつ、あとは、しばいて、終わりましょうか。対戦、ありがとうございました。えーと、模んの中じゃなくて、SKS か。まあ、いいや。スコープ付きだったんで、えー、これはありがたくね、もらっておきましょう。あ、小梅さん、ありがとうございました。もう帰ろうと思いまーす。帰りましょうか。いやー、用心棒、小梅を引き連れて、ま、あ今回ね、やってきたわけですけれども、待って待って、大丈夫かはあ、あ、べべべびっくりした、びっくりした。 マジでびっくりしたやめとけやめとけお前,お前マジでやめとけ本当にもうこれでスカちゃんは多分全員終わったからまああとはねえー、あっち側から帰ろうかそっち怖いからねちょっと期間狩りがもう安全なルートを選択してあげるもう最後の最後にさ期間狩りなんてされたらもうたまったもんじゃないからな本当にちょここまでのね、えー、努力が全てね水の泡になってしまいますから ちょっとマジで、えー、ここだけはね、最後慎重になっていきたい。まだ僕とね、えー、接敵したあいつの処理も終わってないですし、ここは本当にね、もう最後まで油断することなく、えー、帰りましょう。あ、コウメさん、ありがとうございました。ちょっとお先に失礼します。はい、ということでですね、本日の最終結果はこっちらえー !5 万7000円で、衝撃波数が24。 めちゃめちゃしばけた。いや、小梅さん、本当にありがとうございました。いやー、これでですね、えー、だいぶね、まあ順位、まあ上がったかもしれません。ちょっとね、えー、最新の順位を確認しましょうか。えー、ランキングがですね、えー、34位だった僕は、一体ね、何位に上がったんでしょうか。はい、結果出ました。なんと、35位下がってる、逆に。いや、マジでさ、 本当にギリギリだと思います。<laughs> これはまずい。いやー、結構頑張ってるんだけどね。ちょっとね、本当にもう、あとはね、えー、残りのプレイヤーがあのミスって死んで、もうキルレをね、えー、勝手に、えー、下がってくれることを期待して、僕はね、えー、まあ、1夜、2夜を過ごしたいと思います。えーまあ、今後もね、えー、こういうイベントがあれば、まあ、積極的にね、えー、参加していきますので、ぜひともね、応援してください。以上、こんがりでした。じゃなっ ん